たちに言わなければいけないことがある。我らがギャング団のボス、ドン・ライフンヌが死んだ。さあ、次のボスを決めなければいけない。ゲームを始めよう。それじゃあ、まずは私からね。なるほどね。なんだいきなり。なるほどね。何を思ってやる。何がなるほどなんだ。なるほどね。確認しておきたいことが一つあるわ。なんだ。今回裏切り者が混じっているけれども、裏切り者以外の人が誤って裏切り者ではない人を2人殺した場合も裏切り者が勝ってしまう、ね、裏切り者が勝ってしまう。分かった、気をつけるわ。 それじゃあ、そうね、まずは仲間を探したいと思うわ。お金でスパイを買うわ、うんうん、スパイはこのカードを、使うと相手の手札をランダムに3枚見るか2枚見て1枚を奪うかができるわ。そうね、見てるだけじゃつまらないので誰かの2枚を見せていただくわ。ライフを見せてもいいという人はいるかしら。奪われるんじゃ見せたくねえな。その手には乗らないよ。別にいらないカードでいいのよ、ライフのもう1枚は。おいおいおい、略奪されることに変わりはないんだよ。あら、そうか、3枚でもいいけど。いいぜ。あら、なんだ、最初からそうすればよかったね。なるほど、お前は俺のライフが見たいのか。そうよ。うん、じゃあいいだろう。裏切り勝利しないからいいでしょ。どれ、これ、はい。少しぴょんと尖ったもの。ちょっと微妙。気になるだろう、尖ってるもの。ミクミーナはブラフ張るのが上手いからな。オッケー、まあ許してあげてもいいけどね。おっと、んなんだ、んどういうことだそれ。どうやらブラフはジャンゴの方も。いや、俺の色見れただろ。見れたけど、見れたけど、ピョンって出てたやつはライフじゃなかった。ランダムに引いたやつがライフだったわ。ジャンゴトリン。ということはお前は見せる気はなかったと。見せる気がなかったよね。でも見れたからいいわ。そして裏切り者ではないわ。あんたの月を試したんだよ。よし、食わせろ。1枚引くぜ。おう、なるほどな。ここはまず、まあ初手はな、銃をぶっ放すのができねえからよ。やっぱりスパイを買って、うん、こいつで色を見ていくのがいいと思うんだな。7人いるしな。まあ、ああ、よし、じゃあお前だ、メリーアンドリュー、見せてもらう。いいぞ。俺は略奪派だ。だから2枚引かせてもらう。略奪派か。そうだ。何やがってんだよ。もしあのライフの色を見せるとしたら3枚でどうだろう。それで手を打ってくれないか。まだ1巡回ってない。こっちとしてもカードの数は減らしたくない。3枚を入れる代わりに略奪しないでくれ。なるほど、なるほど。あなた自分のことは棚にあげてるんじゃない。どういうことだ。いや、あなたは2枚取られるのを拒んだくせに。そうだな。何を求めているの。これはまず確認してもらっていい。そのうち2つを確認してもらっていい。まあ初手だから大したカードはないがという意味で。なるほどな。これを信じるかどうかは君次第だ。じゃあこれはここに置いたまま、俺はその中から2枚をもらうぞ。ライフを見る気がないの。いらん。じゃあ俺はこの2枚だったんだろう。これをもらおう。そこにライフが入ってたら面白いわ。今日はそういう日かもしれないわ。なるほどな。つまらないカードを引いただろうな。うん、こいつをもらってこれを返そう。取られたわよ。まあ、ライフを見とけばよかったのに。お前のライフなんてお前の行動から透けるだろ。そうだな。少なくとも裏切り者じゃなさそうだしな。うん、うん、臆病者や凶暴者でもなさそうだな。まあそういうふうに見てもらえるならありがたいね、うん、じゃあ俺か。まず1枚補充しよう。そしてだ、
俺は裏切り者を見つけたい。なのでスパイを買って、このスパイを、そうだな、俺から一番遠い石井野に使う。俺か、どうする？3枚確認させてもらうぞ。おう、ライフは見るか？見たいね。いいだろう。ライフを入れた分、俺の、適当に俺が選んだカード2枚入れさせてもらう。確認しよう。なるほど。一心のは裏切り者じゃない。うん、おう、この時点でだいぶ透けてきてはいるが、うん、なるほど。ならば俺は金を2枚使って探偵をやっておこう。早速使うぜ。ディテクティブ探偵、このカードを公開するだけで相手の手札を2枚までランダムに見れる。このターン、このカードは1ターンに1度しか使えないが、行動回数を消費せずに使用することができる。早速使わせてもらおう。対象はシンデ。お前は見せても大丈夫な人間か？俺は見せてしまうとちょっと困る。うん、ミクミーナで行こう。どうする？ランダムにして、それともライフを教えてほしい？まあ教えてほしいには教えてほしいが、そこはお前に任せよう。そうね。じゃあ私ならこれ。なるほど、いいだろう。あら、素直なのね。うん、なるほどな。色は見れたのか？騙されたか？ミクミーナらしい。俺はどう？場を流そう。そうだな、金が散らばってるからな。結局何だったのかは分からずじまいということか。俺だけが分かってりゃいいのさ。うん、うん、そうやって他に情報を流さないやつはいずれ疑われていくもんだぜ。情報なら教えてやってもいいぜ。ただしこれがかかる。なるほど、うん、そういう商売か。じゃあまず俺が1枚引こう。そして、うん、なるほどな。俺は金を捨て AP バレットを買う。さすが武装してきたか。おい、スパイがあるんだぞ。スパイがあるのは分かってる。でもそれは流れでいずれ透けていくだろう。俺は金を捨てヤングスターを雇う。以上だ。おー、俺の番だな。まず1枚引く。そして二手番消費してもう1枚引く。うん、慎重じゃん。まあそうだな。堅実すぎるだろう。誰かのおかげでな。さあ、俺の番。手堅くいくのが今回のテーマだ。なるほど。俺はあらかじめ持っていたスパイを使って、エゴッティ、お前のカードを確認する。そうね、賢明だわ。どうだ、ライフは見せられるライフか？お前は見せられないね。なるほど、うん、よし、ライフを引き抜かれないように祈ってな。3枚出せ。3枚出せじゃない、3枚俺が引く。これだ。4枚大丈夫だ、これは見てんだよ。見てない、見てない。そういうことにしておきましょう。大丈夫だ、これと重なっていたから見てる。分かったわ、信じよう。あなたを信じよう。信じよう。まあ見たところで、こいつは凶暴者だ。おー、抜いたな、石野。でかした。さようなら。さあ、石野、何か一枚選びな。どれ、ショットガン。ショットガン、いい武器を持ってましたから。ショットガンをいただこう。運が悪かったな。どこかで泣いてるでしょうね。そしてあなたの協力者。もう一行動だ。そうだ、
まあ今ショットガンを手に入れたからな。銃を捨てて金を拾おう、うん、ショットガンがあれば銃はいらないから。さあミクミーナ、お前の番だ。ええ、さてと、そうね、今回は協力的に行ってみたいのよね。誰か赤の人はいるかしら。おやおやおや、あら、いないの？ミクビーナの提案だからな。そういうことね。いい？みんなに言っておくけど、現状私は勝率 100% なのよ、うん、私と協力すれば確実に勝てるわ。なるほど。自分が赤って言ってるのか？そうよ。なるほどな。そしてそれを証明できる人がいるはずよ。俺からは何も言わない。あらあら、だとしたらアミカポネは裏切り者かもしれないわね、うん、よし、その話乗ろう。俺が赤だ。ほう、信頼度は高いわ。あなたはあれでしょ、あのどうした、死んでるライフを見せて。死んだ人の名前をね、共謀者ね、共謀者ね。そうだ、確実に俺は裏切り者じゃない、真相版ですからね。共謀者かもしれない、唯一の味方かもしれない人を殺しに行ったのよ。裏切り者である可能性はものすごく低い。さて、協力してちょうだい。どうした？石の今一番殺したいのは誰？殺したいのか、そうだな、まあはっきりしねえからな。俺はシンドゥが裏切り者か臆病者な可能性があるんじゃないかと思って。確かにライフを見られたがらなかったな。そうね、ライフを見られたがらなかった。そうね、この3人の誰かなんだよね、裏切り者は。メリー、まあそうだな、そうなるな。アミカポネ、シンドゥ。俺はシンドゥだと見ているな。俺は裏切り者なんかじゃない。本当に？本当だ。俺もジャンゴの番で自分のカードを貼った。それを信じてもらえれば裏切り者ではないと言えるだろう。俺は時が来たらこのカードを誰かに差し出すつもりだ。誰もふさわしくないと思ったら俺がこれを使う。石野、ミクミーナが赤じゃない可能性もちゃんと考えとけよ。まあそれは当然あるだろうな。そうかしら。ちなみに石野は赤なのね。俺は赤だ。混乱はさせたくない。俺はミクミーナのライフは見た。そうよ、彼女は裏切り者ではない。まあ、現状話には乗っといてもいいだろうとは思って。真珠にするわ。おいおい、やめてくれ。分かった、取引しましょう。あなたが臆病者なら私は赤なので、あなたの味方にもなり得るはずよ。ああ、あなたの持っているカードを全て見せてちょうだい。ほう、さもなくば私はライフを見せることはできないからな。ライフ以外を見せてちょうだい。構わない。なるほど、信じてもらえたかな。そうね、メリー・アンドリュー。何か、あなたにこれを使うわ。キラー、おー、キラーよ、キラー、殺し屋のカード。このカードは、相手のライフを2枚捨てさせることができるわ。そして裏切り者であれば、さらに1枚捨てさせることができるけれども、私は裏切り者ではないので違うわ。交渉の余地は？そうね、じゃああなたもカードを全部見せてちょうだい。死ぬわけじゃないんでしょ。まあね、じゃあライフ以外全部見せてちょうだい。それでキラーを引っ込めてくれる？そうね、私が欲しいカードを持っていたらそれをくれないと引っ込めないかもしれないけど。君に選択権があるというわけか。そうね、私がこれを持っているから。まだ命は大切にしたい。残念だが君の意見に賛同してライフ以外のカードを見せよう。ありがとう、うん、恐喝恐喝。くそ、だが見てろよ、
婚活とかさ、そんなようないよ軽いなと思いながら婚活活動恐ろしい女だぜ。軽い女だ。どうせ一手間しか回ってない、ろくなカードねえだろ。そうね、おまけにジャンゴに一枚奪われてるしなかわいそうなメリーアンドリュー。そうね、今回のカモはこいつだな。カモの意地を見せてやる。結局はカモじゃねえか。メリーアンドル、あなた何色？聞きたい。ええ、その心は何だ。聞いて打たれたらたまらん。打たないわよ、教えて。青だ。じゃあ打つわ。キラー2枚捨てて。チキショー、見た上でギャングスターと金を捨てる。以上。金は捨てない。金は捨てない。ライフだ、ライフだ。もう死の瀬戸際でテンパってんじゃん。このゲームでは命は金より重いからな。もう1枚ギャングスターを捨てるか。死ぬのか。あー、死んでる。ないよ。おい、ミクミーラー。ミクミーラー、本気か。もう信じていいのかお前。好きなの取ればいいさ。青だぞ。ネゴシエーターをいただくわ。姉さんかっけえよ。おい。さあ、今の姉さんかっけえよ発言はどういうことなのかしらね。裏切り者が動き出したらどうするんだ。いや、まあ、キラーが出ているから流すわよ。そうね、裏切り者が怖いので、あと赤尾は死なないように気をつけてちょうだい。こうなんだったらよかったんだけどな。そうね、私メリーアンドリュー裏切り者かなと思って撃ったんだけどな。ちょっと惜しかったな。俺はシンドゥだと思っているぞ。俺は裏切り者なんかじゃない。もうこの際裏切り者だかけるしかねえな。石の殺していくというのもありな気がするのよね。順番の問題でしょ。でも石井のが、石井のは赤なの？赤だよ。石井のが赤で、ジャンゴは青なのね。ということは、この二人を順番に殺していけば、もう安全に裏切り者を処理できるということになるわ。なるほど。なるほど。どう？まあ、その手番が石井のまで回ってくる。回ってくるか。俺は端っこに座ってるんだぞ。今、ミクミーナが俺の相方を殺したことで、裏切り者は優位に立ってるわけだ。まったくだ、ね、よし、ジャンゴ、シンドゥに回る前に何とかしてくれ。そうだな、まずはアミカポネ、おこの3枚を見てくれ、うん、見せるだけだと。うん、見た。赤を狙うのが得策だと俺は思う。お前の色が何だとしてもな。さて、続きを進めていこう。おっと、命が床に落ちてる。おっと、おい、おい、大丈夫だ、全部気をつけろ。裏の状態で、ギリギリの状態じゃない。大丈夫だ。だがカメラからは俺が今生きてる。拾えた。みっともね、ギャングもいたもんだぜ。危ない、危ない。命は大切にね。さてと、そうだな、うん、シンドゥ、なんだ？お前もこれを見ておけ。4枚よ、かなりの枚数を俺に見せてくれた。そうだ、見せてやる。おう、確認するぜ。俺は強い。うん、うん、そうだな、俺は強い。どうだ、その言葉に信憑性があるだろう。ありすぎる。そうだ、ああ、そして俺はお前らに生半可に殺されるような状態ではない。それも分かっただろう。分かったよ。そうだ、さあ、この状態で狙うべきは誰かな、アミカポネ。俺はシンドゥだと言っている。なるほど。俺はシンドゥにアシストしてもらえる立場だからな、シンドゥを狙うってことはないんだよな。さて、となるとお前ら二人のうちどちらかだな。あなた気を確かに持ってね。
私たちが何かの間違いで死んでしまったらあなたは負けになるのよ。構わんよ。俺はシリアルキラーだから。かわいいよ。おいやんちゃがすぎるぞ、ジャムを信じまえばいいよ、どいつもこいつも。おいおいおい、お前本気か。さてと、まあそれはともかく冗談でだ。一枚引くのが得策のようだな。頼むぜ、相棒。よし、僕から今一枚引いて終了だ。お、そうか、ギャングスターか。よし、じゃあ俺だな。一枚引き、そうだな。俺にとって裏切り者はアミカポネしかいない。うん、まあそうなるだろうな。そしてだ、まずアミカポネに刀で切りつけ。お。そしてだ、俺は刀を持っている。だから弾がいらねえんだ。どうだろう、弾が欲しいやつは俺は渡しやれるんだが。俺は今自分の強さをお前に鼓舞したはずだ。ああそうだ、俺に回しておくのがいいと思うぞ。俺も弾は欲しいな。裏切り者の言うことは聞かねえそうだな、ジャンゴに2枚渡しておく。いい判断だ。さて行こうか。困ったな。もちろん俺が裏切り者だ。わあだろうな。エコッティ、ここで決めるぞ。言ってくれ。決めるんだ。決めるんだろう。弾はあるのか。弾は1枚引こう。そして、くそ、裏切り者は手番が3回に増えるわ、うん、エコッティ。なんだ。使え。俺の手番は終わりだ。エコッティは死んでいるわよ。だからどうした。手渡すことは可能だ。なるほど。俺とお前で赤のどちらかを取れ。